2023年5月23日火曜日早朝、羽田に到着。そのまま横浜のホテルで早速巣作り。巣は川切りは出前インスタライブ、静岡県神奈美町、そして埼玉県の川口市、田園調布、博多、吉祥寺、横浜、お土産リレーこと各開催地でお買い物をし、旅気分いっぱい。富士山、田んぼ、気まぐれな梅雨入り。私が珍しいと感じる景色はやはり外国人特有なものなのでしょうか。食べ物もしっかり、日本ならではの美味しいを満喫いたしました。コンビニから料亭まで、あらゆるクラスを楽しみましたが、交流会も少人数の会食も、そして一人ぼっちのホテルでのお食事でさえ、全部素敵な思い出です。どこへ行っても私はお姫様クラスのおもてなしを受けました。何が召し上がりたいですか？これお好きですか？お持ち帰りください。もちろんお土産の嵐です。皆様との出会いの中、私ができることはトークだけですが、皆様からは大きな愛を頂戴しました。こんなにたくさんの方々に支えられて、私は元気をいただいていました。公開レッスン、デモンストレーション、リハーサル、お茶会、ピアノ教育にとどまらず、子育て、文化、女性問題、未来、いろいろな働きがございました。ピンクのスーツケースが相棒という旅、それは私の思い違いで、日本中からのチアがあってのツアーだったのです。